ふるさとの著名人が舞台でお芝居をするおなじみの盛岡文史劇。テレビ放送が始まって間もなくの昭和35年、話題の文史劇を大勢の人に見てもらおうとスタジオにセットが組まれ、生放送で上演されました。演目は弁天娘メオの白波、弁天小僧の知らざあ言って聞かせやしょうのセリフや、白波五人男のタイトルでも有名な歌舞伎の演目など2本立て。短い時間にセットを入れ替え、裏方も大忙し。盛岡文史劇は昭和24年の第1回がスタートして以来、古くから芸どころの伝統を持つ盛岡の町の名物行事として年々盛んになっていました。昭和37年の第13回をもって一度途絶えた盛岡文史劇でしたが、平成7年1995年に復活。チケットは完売御礼。舞台客席が親密になるおなじみの舞台は現代劇もあり、盛岡弁も飛び交いながら続いています。